ザメン野球の YouTuber、 あどうでもそんなええけどええけど、あポケドーの検証シリーズ。中日大野雄大、全試合完投させちゃえばさすがに優勝できる説を検証。中日ドラゴンズ大野雄大、2010年オフ中日にドラフト1位指名を受け入団すると、2013年から2015年まで3年連続の2桁勝利をマークし、龍のエースとして着実に成長。近年は低迷した時期もあったが、昨年2019年にはノーヒットノーランの偉業を達成するなどし、最優秀防御率のタイトルも獲得。そして今季は9月終了時点ですでに8度の完投。開幕13連勝中の巨人、菅野を5つを上回る驚愕のタフさを披露している。ではそんなラミレス監督も驚くほどタフな大野雄大には、シーズン143試合全てを一人で担当してもらえばいいのではないだろうか。そうなれば三つ間が代打で出てくる心配もなく、優勝だって狙えるはず。というわけで今回もパワープロ2020を使って検証。中日の投手陣を大野雄大たった一人のみに設定し、疲労が存在しない世界で全試合を投げ抜いてもらう。また今季の大野のタフさを再現するため、スタミナの値をちょっぴり盛り気味に強化。そしてシーズン終了後、無事にドラゴンズを優勝に導くことができていれば設立しよう、逆にできていなければ設立しようならずとする。それではまずは143分の1となる開幕戦をご覧いただこう。開幕投手に選ばれたのはもちろん大野雄大。初回、打者3人を簡単に打ち取り、幸先良い滑り出しとなると、2回もテンポよく打者を打ち取り、安定した立ち上がりを披露。すると3回、大野雄大はレフト前へヒットを放ち出塁に成功。そしてその後2アウト3塁となり、バッターはアルモンテ。右中間を破る打球を放ち、三塁走者大野雄大が生還して、ドラゴンズが大瀬良から先制点を奪う展開に。リードをもらった大野雄大は危なげないピッチングで5回まで広島打線0風。さらに6回、7回、8回も無失点に封じ、さすがエースと言わんばかりのピッチング。そして迎えた9回、先頭西川をショートゴロ、野間をサードフライ、相澤を三振に打ち取り、見事完封勝利。開幕戦でいきなり完封勝利を見せつける素晴らしい内容でドラゴンズを勝利に導いた。せっかくなのでもう1試合、今度は本拠地名古屋ドーム開幕戦となるジャイアンツ戦。先発のマウンドに上がったのは当然大野雄大。この日は初回からピンチを作る不安定な立ち上がりも、なんとか無失点に切り抜けることに成功。しかし3回、ワンアウトから坂本勇人にレフトへツーベースヒットを放たれ、再びピンチを作ると、4番岡本がライト前へ打球を運び、二塁走者が生還し、巨人に先制を許してしまう。さらに両大官にもタイムリーを浴び、この回大野雄大は失点。だがその裏、ツーアウトから大島がライト前へヒットを放ち出塁すると、すかさず盗塁を決めることに成功。このチャンスに打席の平田がレフト方向へ打球を運び、タイムリーツーベース、1点差に迫る。続く4回裏もワンアウト一塁から阿部がレフト線へツーベースを放ち、チャンスメイク。すると8番木下拓也がライト前へうまく運び、絆創膏打法が炸裂、中日が1点に成功。5回にはビシエドにもタイムリーが生まれ、エース大野雄大を打線がしっかり援護。援護をもらった大野雄大は6回、7回、8回、ピンチを作る場面もありながら無失点で切り抜けると、裏には代打シエラがタイムリーを放ち5点目。
さらに1番大島にもダメ押しのタイムリーが生まれ、スコアは6対2。大野雄大は9回もピンチを作るが丸を打ち取ってゲームセット。この日も当然ではあるが、しっかり最後まで投げ抜き、完投勝利を挙げることに成功した。最後はパ・リーグに挑戦、交流戦期間中の強豪ソフトバンク戦。先発は何度も言うようだが大野雄大。この日も安定した投球でホークス打線を4回まで無失点に封じ込むと、その裏1番大島がヒットで出塁、3番アルモンテもバットを折りながらヒットを放ち、チャンスを拡大すると高橋周平がレフト前へと運び、中日が先制点を奪うことに成功。援護点をもらった大野雄大は以降も好投を続け、ホークス打線を寄せつけず、すると6回には再び高橋周平がタイムリー、強打もレフト方向にタイムリーツーベースを放ち、走者2人が生還。順調に追加点を入れると、7回には平田がツーランホームランで6点目、さらに高橋周平もタイムリーで7点目、阿部にもタイムリーが生まれ8点目、そして木下拓哉のとどめのタイムリーで9点目が入る。一方大野雄大は完封も近づいてきた8回にエスパイネにソロを浴び、シャットアウトは惜しくも逃すが、9回もしっかりと抑え、見事1失点完投勝利、強豪ソフトバンクに快勝する結果となった。というわけで3試合を見た感じ、どれも安定した投球内容で、これなら本当に大野雄大一人で中日を優勝に導けそうな気がしてくる。それではシーズン終了までスキップして結果を見てみよう。果たして本当に優勝できたのか。普通に弱かった。昨年の中日が68勝73敗2分けの勝率4割8分2厘であるため、それより低い数値を叩き出してしまった。投手成績に関してはイコール大野雄大の個人成績になるので後に回し、野手成績を見てみると犠打こそトップだが本塁打はワーストという結果になり、名古屋ドームの壁に阻まれたことが手に取るようにわかる。では個人成績を見てみよう。投手は大野雄大一人しかいないため、当然先ほどのチーム成績67勝74敗そのままの数字が反映。防御率は 3.34 となんでやと言いたくなる数値になっていた。登板の内訳を見てみると、143試合に登板、もちろん全試合完投であり、うち23試合を完封するという内容だった。タイトルは67勝で最多勝、そして1034個の三振を奪い、最多奪三振のタイトルも獲得した。このペースなら来年にも名球会入りである。その他には6月の月間 MVP も受賞、防御率 2.45、 14勝7敗と一人だけシーズン成績のような数字が紛れ込んでいる。またオールスターでも118万8997票を獲得し、ダントツの1位。チームを背負って一人で投げさせられる姿にはさすがにファンも投票せざるを得ない。なお当然 KO されてしまった試合もあるが、ノックアウト状態となっても投げ続けないといけないため、1試合28失点を喫した試合も。そして残念ながら沢村賞には選ばれず、 OB のおじいちゃんたちは厳しかった。ちなみに143試合中ノーヒットノーランはゼロでした。そんなわけで手ず立証ならずに終わったわけだが、なんとこの1年後大野雄大の心境に大きな変化が。 NPB に飽きていた。というわけで全試合完投するとプロ野球選手でも飽きてしまうことが分かりました。常温戻し強火で焼けよ、焦げて温度
しょうか。